はい、皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、投資本の執筆ですが、今ちょっとした直しをやっています。こういうことですね、こういうことを足したりとかしていってみます。まあ、なんて言うんでしょう、クレーマー的読者に対する防御策です。はい、他にもこういうのあるだろうとかっていう人がいるんで、けどこれ入門書なので、はい、入門書っていうか、入門書じゃないな、入門書も兼ねている本なので、あんまり詰め込み型にならないように、これでも結構詰め込んでる方だと思うんですよね。入門書として見た場合は。なので、まあだからこそ会話形式で砕けた言い方にしているっていうのもあるんですけれども、はい。なので、まあそんな感じでちょっと書こうと思ってます。はい。今回はですね、ちょっとここで今から投資の話にいよいよ入るので、ですね、ちょっと今までの部分をちょっとバーッとレビューしていきたいと思います。はい。そうですね。はい。はい、そうですね。ちょっとここ変わっちゃうからアップデートフィールドしよう。多分ページ数が変わるぐらいだろうな。そうですね。はい。はい。で、キックオフとして、家に着いたと。はい。はい。はい。で、自己紹介して、ちょっとここ点々が多いな。はい、キックオフしましたね。はい。で、ちょっとこの辺点々多いな。こんな風にしよう。はい。まずポートフォリオですね。はい。これはもう現実書いてるんで、まあこのまんまです。はい。はい。もうこの辺いろいろなんか出てますけど、もう砕けた表現にしてるから出ているのであって、もう気にしません。はい。この頃は結構会話以外の文章を入れてますね。これ後で入れた方がいいな。
れあれ、ゲームした。
この辺は結構面白い話し方をしてるな。この辺は技術的な話だからいいや。棚卸しもそうですね。はい。そうですね。はい。で、ETF。ETF です。はい、OK ですね。じゃあ次、第4章まで見て、で、ここは書きましたね。よし、こっからはもうガンガン私が攻めていく感じなんで、あんまり女性主人公の気持ちは書かないでも大丈夫だと思います。これでいきます。はい。はい。では、第1章から第4章までのウォークスルーを今回はやりました。次回は第5章を書きたいと思います。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。